本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。さあ、それでは早速作家の皆さんにご登場いただきましょう。それでは皆様どうぞ拍手でお迎えください。ありがとうございます。それではですね、作家の皆様のプロフィールをお一人ずつご紹介させていただきます。まずは宮沢賢治の父宮沢政次郎を主人公に家族愛を綴った銀河鉄道の父で、2018年に直木賞を受賞。歴史時代小説やミステリーのほか、近代建築に関するご著書も多い門井義信さんです。どうぞよろしくお願いします。カラフトアイヌの戦いと冒険を描いた熱源で、2020年に直木賞を受賞。デビューからわずか1年半、2作目で受賞ということで話題になりました。その後も中央公論文藝賞を受賞されるなど、ますますご活躍されています。川越添さんです。続きまして、浮世絵の奇才、川鍋暁斎を父に持つ女絵師、暁斎の人生を描いた星落ちてなおで、2021年に直木賞を受賞。古代史から近代まで幅広い時代を壮大なスケールで描かれる沢田東子さん。雪の夜に起きた仇討ち事件、目撃者たちの証言に隠された真相を描いた小引き町の仇討ちで、2023年に直木賞を受賞。時代小説、歴史小説を中心に執筆されていらっしゃいます永井紗友子さんです。はい、というわけで今日は作家の皆さんが集まってくださったわけですけども、こうやって直木賞作家の皆さんが一堂に揃う機会、しかも4人、そうなんです、なかなかないと思ってるんですけれども、はい、実際のところどうなんでしょうか。皆さん、そうですね、我々もそんなにね、普段はめいめい一人の仕事場なり自宅なりで仕事してるものですから、そんなに会う機会っていうのはなくて、割と珍しいものですから、さっきも控え室で、普通に雑談といいますか話が盛り上がっておりました。はい、なかなかないことです。あ、じゃあ、すいません、控え室のお話でどんな話されてますか。気になりますね。気になるんですけど、はい、それは分かるんですかね。そうですね。今年の11月16日に関西の方で、西日本の小説家を主に、小説家13人プラスアートお三方が集まって文史劇というものをやりまして、そこでも直木賞作家の6人、芥川賞作家が1名混じって今度お芝居をやります。香取さんは刑事役で、私は先生役で、みたいな、みんなそれぞれミステリーを演じます。なんか今、結婚はしてるんで、あ、いいですね。いいですね。あれ、行けない、見に行けないんですけど。すみません、しっかりと宣伝までしていただいて、素晴らしい先生方ですね。はい、本当に貴重な機会となっております。では作の皆さんにこれからお話たくさん伺う前に、まずは東大に関する基礎知識を宇野さんからご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、わかりました。では早速なんですけれども、はい、森さんね、会場の皆さんに、はい、クイズ、私も多分ね、作の先生方皆さんご存知だと思いますから、はい、ちょっとね、簡単なクイズを出したいと思うんですけれども、はい、今日本に東大っていくつあるかご存知ですか。簡単です。いくつあるか、何期あるんでしょうか。47都道府県あるじゃないですか、はい、海に面しているところ数え、多く見積もって223。笑われてますよ。これ数え先生が答えないような感じ、お願いします。2000ぐらい
うん、もう一声。もう一声。もう一声。これで実はですね、3300なんです。結構ありますね。はい、まあそんなに多いんですか、はい、っていう感じですかね。すみませんでした。まあね、これでも減ってるんですよね、年々。で、年間でいくと、大体平均すると14件ずつぐらい減ってるんですね。で、ただ、それでもまだ多い数だと思うんです。で、日本に灯台が多い理由っていうのは、主に3つほどあります。あ、今、あとね、こちら、出てますけど、あの、海岸線の長さと複雑さっていうのがまず1つ。まあ、これ、島国で、海岸線が非常に複雑で長いっていうことがね、1つあると思いますし、次に、海運の重要性。これは加えてね、これ古くから漁業もこれありますしね、中国との貿易ですとか、北前線 その国内海運が発達したこともこれ あるかと思います。それと3つ目が厳しい気象条件ってありますけれども、まあ、台風もありますね、うん、北海道の方にいると、まあ、霧も多いということから、うん、まあ、灯台が多いということにつながっていると思いますね。そう考えると、この日本ならではの条件が灯台を必要とさせているということになるんですかね。そうですね、あると思います、ね。はい、でもう一問があるんですけれども、灯台ができるまで1000年以上前の日本では、はい、海の道しるべとしてですね、何を使っていたのかって皆さん分かります？これ先生方これももうお分かりだと思いますんで、森さん分かりますか？私ですね、ですね、急に振られて今ちょっと動揺してるんですけどそうですね、昔通らないですからね。そうです、海岸の出っ張りに高い木を作った木を結びたい。先生方どうなんでしょうか？ちょっと先生方失笑されたかもしれません先生方ご存知の方いらっしゃいますか？東明大ってやつじゃなかったでしたっけ？なんか今のぐらいに近いと思うんですけど、なんか役割対応してて、そのように火を焚いて、遠くまで見えるようにしていたじゃなかったでしたっけ？はい。まあ、おっしゃる通りなんですけど、ね、はい。ただ、その東明大の前に、じゃあ何を使ってたかっていうのもあって、実は、のろしなんですね。まあ、こういう字を書くんですけども、昼間は煙を使ったのろし。で夜は、まあ、かがり火を使って道するべとしていたということなんですね。ちなみに石川県の能登にはこののろしという地名があるんですよね。そうなんですね。でそこにはちゃんと灯台があります。六甲崎灯台ですよね。はい、灯台の読むの中でも阿部龍太郎先生が、ね、訪問されてちょっと書かれてますけれども、その地名が残っているところもちゃんとあると。そうなんですね。そうなんですね。じゃあ、のろしがあって、先ほどおっしゃっていただいた灯明台があってという形ですけども、はい、まあ、その現代の灯台にはそういう形でこう発展していく感じだったんでしょうか？そうですね。はい、まあ、河野先生がおっしゃって、のろしの後、灯明台ができて、はい、灯明台、江戸時代にだいぶこう広がったというところなんですけども、これが100基以上設置されてたという記録が残っています。で、その明治以降は外国からの要請によって、まあ、西洋式の灯台へとどんどんこう姿を、ね、変えていったという歴史があります。そうなんですね。はい、で、これは先生方ですね、最後にもう一問ございます。こちらの地図をご覧ください。青い三角は白い灯台になるんです。そう示しています。で、赤い丸は縞模様の灯台が設置しているところを、さっきの石狩灯台ね、灯台お兄さんのところですね。はい、あります。はい、で、それではこれ問題です。2つあります。多くの灯台が白く塗られている理由は何でしょうか？これがまず1つ。もう1つが、北海道に縞模様の灯台が多いのはなぜでしょうか？これ実はですね、何の問題かというと、東方女子中学校の入試問題なんですね。です。中学校の入試問題ということは、小学校6年生がこれを答えているということなんです。皆さん大丈夫ですか？小学生の問題ですよ、これ。そうなんで、しかもこれ、口述試験。はい、だから思考力とか、いわゆるこう物事に取り組む姿勢をこういう質問をして、まあ、見ようというところで、この他にももう一つ質問があって、東大廃止に賛成か反対か、どちらの立場に立ってもいいので、あなたの意見を聞かせてくださいと、よく、いや、これ聞かれたら困るんです。
そうですね、大人で困りますね。そうね、聞かれたら困るんで、僕ら東大さん当然のことなんですけども、まああのまあ、こういうのがで、実際にはどういうふうに試験が進められるかというと、あの、まあ、東大に関する授業を40分間受けて、うん、はい、でその後これらの問題に口述で答えるということなんですね。で、あの当然あの作家の先生方は現地で取材されてますので、あの授業は割愛しますけれども、お答えいかがでしょうか。澤田さんとずっと目が白いのが多いのはやっぱり目立つからというか、やっぱ日本の場合こう山も緑ですし、こう海岸線にあって目立つからかなと思うんですが、しばしばなのは北海道に行かれた川辺で僕あの北海道で3カ所回らせてもらったんですけど、しま模様一つもないんです。そうなの。そうなの。そうです。始まりなんですけれども、その時にもうこれからも俺たちもヨーロッパ
らしいんですよね。船でどんどん日本に来るけど、日本の船、あの海は暗くて危なっかしいから灯台を作れというふうにはいわばあの押し付けられた、外国人としては押し付けるつもりはもちろんない、本当に危険だから作ってくれって、俺たちはそれでみんな灯台作って、灯台がいいもんだっていうことはみんな知ってるから、あの日本人も作ってくれって言うんですけども、日本人はそれまで古田さんおっしゃった東明大でやってたもんですから、あの俺たちも東明大でやってるのに今更こんな灯台作らなくてもいいよっていうふうに、どうしても感情的には思ったであろう、まあ、一種押し付けられたものであろうというふうに、まあ、それが日本の近代灯台の始めなんです。ところが、明治の30年ぐらいに経って、その日本石灯台を作るっていうことになると、今度は押し付けられるところがみんな進んで、うちの地元に灯台作って、ね、人を出すから、資材を出すからっていうことになるんですね。このわずかの短い期間の間に、日本人に対する、日本人の灯台に対する観念、イメージっていうのはガラッと変わっているっていうことが、このエピソード一つですごくよくわかるんですね。そこに僕は感動しましたし、あ、歴史の現場に立たせていただいているなという実感がありました。なるほど。今のお話で、やっぱりその必ずしも歓迎されたわけではないというお話から、はい、こちらの灯台はウェルカムで建てていたということだと思うんですけど、うん、はい、さっき300人っておっしゃってたんですけど、はい、それぐらいのこう作業員導入、導入するほど、ここで灯台を建てないっていう、こう思った理由ってどんなところだったんでしょうか。日本海側の人々の感情としてはちょっと複雑だったと思うんです。というのは、日本海って江戸時代は物流の大動脈なんですよね。日本中のあらゆる物資とは言いませんけど、相当かなりの物資が日本海を通って、関門海峡を通って瀬戸内海を通って大阪に行って、天下の台所で大阪で値段つけられて、また全国に散らばっていくっていう、この物流ルートが出来上がってたんで、もう言ってみればもう王様なんですよね、日本海って。ところが近代になりますと、外国人が来て今度は横浜に港ができましたね。そっちに行っちゃうから、太平洋側からどん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 、灯台が作られる、ちょっと俺たちは後回しかよっていうような一種の鬱屈、意外、俺たちまだまだやれるのにっていう、そういういろんな思いがあって、日本海の人々にはそういうのがあって、その末に、まあ、自分たちでじゃあ作ろうじゃないかっていうような思いに実行になったと思うんですね。そういうことを考えると、おっしゃる通り、その非常に特殊といいますか、日本海ならではの事情がそこにはあったんだろうなという気がいたします。なるほど、ありがとうございます。今のエピソードを聞いて、運勢いかがですか。そうですね、日本海側の人が、その太平洋側のね、その、はい、に対する、まあ、ある意味嫉妬に似たような感情っていうんですかね、そういうのがパワーになって、まあ、なんかこうなんていうかな、そういった形で灯台が作られていたという感じだと思うんですけども、嫉妬された側はね、なんか仕方ないでしょっていうところも多分あるのかなと。そうですね、まあ、大体どんな分野でも嫉妬される方はあまり気にしないんですけどね、まあ、それも気にするんですけれども、日本海の方いたら申し訳ないですけどそういう思いがあったんだろうなって、まあ、僕の想像も含めてですけれども、思います。古来、まあ、大陸からいろんな文化は日本から通じて日本にやってきたっていう、そういう歴史もありますし、太平洋は新参者じゃないかという思いもあったのではないでしょうか。東大建設が太平洋側に、ね、こう優先された理由っていうのは、まあ、先生もおっしゃってましたけど、西洋列強の、まあ、要請とかありますけど、特にイギリスの影響も大きかったっていうふうに言われてまして、今ちょっと地図が出てますけれども、当時の日本はイギリスの貿易が多かったんですけれども、イギリスにとって上海やこの香港ですね、いったところから太平洋が特に横浜での安全航行が重要だったということを聞いています。でそのために太平洋側が最優先となったというところもちょっと聞いてるんですけど、僕は彼さんに間違いないですかね。そうですね、本当に言うと近代以前は文化というのは日本海から来た、近代になったら文化というのは太平洋から来たっていうふうになりますので、まあ、そういう意味では灯台一本の灯台、一基の灯台からでも日本史全体が見えるんだなという気がいたします。なるほど、ありがとうございます。はい、では続いて川上さんに伺いたいと思います。よろしくお願いします。では川上さん、カムイ岬灯台を支えた家族との地元の絆についてはいかがでしょうか。はい、そうですね、当時は建てられた北海道
灯台は、まあ、上三崎灯台は確か明治の建築なんですけど、もちろんその機械で灯台っていうのは光るんですけども、まあ、今みたいにセンサーがあったりとか全自動で動くものではないですし、機械の信頼性もそんなに高いものではないので、灯台森と通称される、まあ、公務員の人が常駐して、灯台のメンテナンスを行っていたんですね。で、灯台って大体その当時の、まあ、足というか、要は通勤できないような、まあ、言ってしまえば平地みたいなところにあって、この上三崎灯台もちょっとこの右の写真を見れば分かる通り、ちょっと人間が歩いて行けるようなところではないような、ここの地帯の先っぽにあるんですね。で、そこになんかこう、人間がたどり着いて、灯台森として暮らしてたんですけども、で、家族の人も一緒に住んでて、で、ご飯とか買い出しに行くときは、その家族の人が近所の町までこの険しい方面を伝って、買い出しに行ってたらしいですね。で、なんか大正時代だったかな、高波があって、その家族の人が波にさらわれて亡くなってしまうっていう痛ましい事故があったんですけども、で、その時にその地元の人が、灯台があってほしいし、もちろん灯台の人もが仕事頑張ってほしいんですけど、家族の人が亡くなるのは辛いなっていうことになって、地元の人たちが、自分たちでこの尾根の海面すれすれぐらいのところにトンネルを掘ったんですね。まあ10年ぐらいかかったらしいんですけど、それでもその尾根伝いに行くよりはもうちょっと安全に行き来できるような、高波が少なくてもさらわれずに行き来できるようになったっていうエピソードがあって、でもその地元の人もその漁業とかやってらっしゃったんで、灯台を頼りに暮らしたと思うんですね。なので自分たちの暮らしを支えている灯台で、その灯台を支えている灯台森さん、灯台森さんの暮らしを支えているその家族はやっぱ地元で支えるべきだっていうのは、多分何て言うんですか、その相互の信頼感というか変わりっていうのがあったのかなという、そういう話をそのこの上三崎灯台で、町長さんに確か次回説明いただいたんですけど、はい、ちょっと随分素直に言うと随分感動してしまったっていうのが、はい、あります。はい、ありがとうございます。本当に過酷な灯台森の生活が伺えますし、私も上三崎灯台行ったことあるんですけど、行くまでが本当に大変なんですよね。そうなんですよ、はい。まあ、遊歩道が整備されてるから、まあ、なんとか行きますけど、それでも風が強いので、遊歩道に乗ってないのか、左右に揺さぶられるような感じで、結構危ないですよね。はい。はい、そういうところで、よくお行き来しておられるかなというのがあります。はい、ありがとうございます。今、川越さん、北海道の灯台、しましまはなかったということなんですけど、そうはい、取材されたということですが、上野さん、北海道の灯台は、本州の灯台とは何でしょう、異なる目的とか役割ってあったりするんでしょうか。北海道でこの船っていうのは、漁業ですとか、あと農産物を本州に運ぶために、ね、重要な物流手段ではあったというふうに思います。ただ、やっぱり霧なんですよね。霧がやっぱり多く発生するということもあったため、この船の事故が多かった。なんですね、それで灯台が一気に増えていったという事情があったんだと思います。これモニターで出ますかね。これ北海道の灯台の位置なんですけれども、これ緑色の領土のところが全部こうなくなって真っ黒にして、灯台のところをこう光でこうつないでいくと、北海道の本当に地形がよく分かるような形にもなってくるんですよね。そのぐらい灯台が重要で増えていったというところだと思いますね、はい、なるほど。やっぱり北海道ならではの役割があったということですね。そうですね、はい。ま、当時の日本はそのロシアの南下政策に対抗するということもありましたので、軍事的な役割も灯台が果たしていたという側面もあったと思います、うん、ありがとうございます。そう考えると北海道は本州とはちょっと違った役割や目的があったのかなという感じがしました。ありがとうございます。はい、では続いて澤田さんにお伺いしたいと思います。はい、澤田さんは、高知灯台が紡ぐ過去と未来ですね。はい、はい、私が伺いましたのは高知県の三灯台なんですが、その中でも最初に来ました高知灯台、はい、これ非常に可愛い灯台なんですが、これどこにあるかと言いますと、高知の、高知市 の、 有数の観光地である桂浜、そこから本当にすぐのところにあるんですね。先ほど川越さんが言い換えた上三崎灯台とは全く真逆のように、本当にちょっとすぐ行くと有名な坂本龍馬が懐にくじくじが手を入れた銅像があっ
って、あの皆さんがわっとあのいろんな格好をしてらっしゃるところがピョンと行ったところにありまして、であのこちらはあの先ほどお話ししてました東明台が大体17世紀頃から民間の人によって作られて、でそこの後に、まあ、こちらの灯台が建てられておりまして、で、まあ、こちら皆さんご存知の通りは古くから漁業が盛んな場所でして、まあ、そういったその漁業が盛んな人たちあの場所にあって、本当に皆さんの町の人たち、今村の人たちの必要性から生まれた灯明台っていうのは本当にもう生活のすぐそばに今も形を変えてあるということに、お灯台っていうのは本当に海とそして人間の暮らしと密接に存在しているんだなということを改めて感じました。はい、ありがとうございます。そして今ご紹介いただいたこの高知灯台、あの登られたんですよね。あ、はい、そうなんです。あの私が伺った高知灯台に伺った、高知の灯台に伺ったのは真夏の8月下旬でして、で暑い時に行ったんですけど、あの灯台って当たり前なんですけど、すごく見通しがいいところにあるんだなって、本当に日の光の強さでめちゃくちゃ感じまして、何もこう覆うものがない当たり前なんですね。灯台を見通しが良くなっていけないので、でここの上まで上がりまして、あのガラス室から外のを見せあレンズのそばからちょっと見せていただいて、36キロ先までだったかな、確か明かりが届くというふうに教わりまして、そんなにこの高知灯台めちゃくちゃ大きいわけではないんです、どちらかというとじんまりとしてるんですけど、その灯台がこれだけ強い光を放つんだということをまたびっくりしました。はい、36キロですか。はい、確か結構な距離だと思うんですけれども、はい、あのそんなに遠くまで届けば必要があったとかなんでしょうか。あ、そうですね、はい、特に高知の場合南太平洋で他に何もありませんので、そういったご遠くまで届く光がどうも必要だったようで、あの他に高知に伺った灯台は非常に大きなレンズが一級の灯台ばかりでした。そうなんですね、ありがとうございます。あのやっぱりこうさっきの灯台の歴史もありましたけれども、あの東明台があってのは、まあ、今の東大という話でしたけど、やっぱりこう過去から現在っていうふうにこう境に立ちながらこう活用されてきた東大になるのかなというふうにお話を聞いて伺い、あの思いました。ありがとうございます。はい、あの先ほどの時間のシンポジウムで海野さんは現代の東大の利活用についてお話をされてましたけれども、改めてお話を伺っていかがでしょうか。まあ、そうですね、あのまずはあの激しい猛暑の中でね、あの大変お疲れ様でございました。あの読んでみて、あの暑さが伝わってきました。あの東大はですね、単なるあの目印とか観光資源というだけではなくて、その背後にある、まあ、あの歴史とか自然とか、あと地域の方々とのつながりですよね。こういったものを紐解いていくと、あのもっと豊かなね、でさらにこう新しい価値っていうのものもね、こう生み出されていくのかなと思ってます。で、あの、まあ、こういうこと言うと、あの沢先生に怒られるかもしれないんですが、例えばですけどね、あの使用しなくされなくなったその灯台だったとか、あるいはあの感謝、まあ、これをね、あの、まあ、高知だけに、はい、あのお酒、おお、そうですね。ですよね。ありますので、居酒屋にしてみるとか。おお、新しいですね。そう。で、高知県の場合ね、あの空海、まあ、高校大臣にあやかって、あの悟りが開ける居酒屋。すごいのがこれ出てきましたけど、ね、あの空海。空海。で、あのこういう形でね、あの利用するとか、あるんじゃないかなとか。あの静岡の御前崎っていう、ね、ところではですね、あの、まあ、私たちもちょっと関与したんですけれども、あのハワイの雰囲気のある、ね、レストランを作って、あの、まあ、夜はね、バーにできるようになったら結構人が、そうですか、うん、行列ができる、広まるんですね。そのぐらいのものになっていってるんですけど、はい、あのどうでしょう先生方、悟りが開けるあの、ね、居酒屋でもやっぱり東大は海のそばにありますから、海の先は本題にお出しできますよね。ちょっとそれは嬉しいかなと思います。確かに、まあそうですね、はい、いろんなメニューがあると思いますけど、はい、まあ、こんなメニューが、ね、海のメニューだとしたら、はい、どういうメニューがいいですかね。どうですか、カツオの塩とか。カツオの塩とか、美味しいですね。美味しそうですよね。なんかお刺身とかいただきたいですね、はい、せっかく海の居酒屋なので、はい、あとはまあ美味しい日本酒をいただいてね、でまあまあ店員さんの小粋なトークがあったりとか定額空海ってわけじゃないですよね。定額空海ってわけじゃないですよね。はい、そうですね、空海きつそうね、名前の割りちょっと取り直そう、もう飲むもう飲む、なるほど、
かなか酔えない。そう、緊張しますね。そう、これ悟りながら空海したんですか、日本で。僕、居酒屋空海だから、物を食べる会という意味の空海をダジャレかと思ってきたものでした。あ、拍手をしております。ありがとうございます。ダジャレ拍手を待ってございます。どうでしょう、今、まあ、いろんなメニューも出てきましたし、まあ、こちらお魚っていうところがありましたけど、ね、ありますけど、ね、はい、なんかあの高知の他にもね、うん、あの東大いくつかありますので、うん、そういうあの、ね、東大はチームで仕事してるっていう話もありますから、はい、空海1号店、2号店、3号店、いろいろできていくのもいいのかなと思いますし、フランチャイズですか、ね、あとあの仕事人のね、あの、はい、こうブランド、ね、彼が愛したあのスコッチウイスキーのなんかちょっとしたアロマを出すとか、なんかいろいろそういう居酒屋じゃないかな、バーですね、バーですね、なんかそういうのもあってもいいのかなと思ったんですけど、どうなんでしょう、いいですね、そう、あの門井先生にちょっと設計の方をお願いして僕がやって、まあとりあえず、まああの上に登った時の転落防止のことは考えたらいいですかね、やっぱり飲みますからね、まあでもそれはいいですね、なかなか新しい川越さん大丈夫ですか、はい、なんかユニークな展開がいけそうですよ、多分ね、はい、あの先生方は言うだけじゃなくて、きっと出資もしていただけると思いますので、そうですね、あのぜひコーチに、ね、ぜひご検討したいと思います、はい、ぜひお待ちしております、はい、はい、これからも、はい、あの実はここでですね、喋ったことは魔法のように実現するらしいので、そうですか、そうなんです運の力であの実はですね、私高知に行き行かれていたのは、高知は空海さんの足跡がいろんなところにありまして、でいろんなところに空海さんのお堂があるんですけど、結構前に日本酒が備えたんですよね、そうなんです、お坊様でもいいのかなと、それは空海さんだと思っていいのかみたいな雰囲気がありまして、そういう意味で水飴めっちゃ良いですね、あります家にかかってるかもしれません、あそうです、すごいいいアイデアが生まれましたね、いいですね、はい、はい、じゃあのきっと来年これ実現されてると思うので楽しみにしておりますはい、ありがとうございます、けど、はい、これがお料理屋だったら、ね、澤田さんがカウンターの中にいてるのかなって今思います、ああ、うん、じゃあ、あの私と長井さんと日が入って絶対行きます、はい、その際に伺わせていただきますはい、ありがとうございます、では、サムの皆様伺いましたので、最後、永井さんに伺いたいと思います。はい、酒を断ち、海を守った施設等での奇跡、お願いします。居酒屋空海などなりますけれども、あの、新井神経さんという元幕臣の方がですね、自分が、あの海難事故に自分自身も会ったことがあったということもありまして、その天竜川の河口付近のところで海難事故に遭う船を見て、ちょっとそれを見かねて自ら灯台を建てようと決意した、でそれであの大変 お酒が好きだったらしいんですけれども、誰も出資してくれないので自分で貯金をしようということで、であの底が丸い、うん、あの杯を自ら作って、それに一杯だけ飲んでお酒をやめるということを頑張って、でようやくそのかあの天竜川の河口のところにあの木造の灯台を建てるんですよね。ただその地元の方が、まあ、これはあの今の新しい灯台なんですけども、最初木造のものだった、でただでもそのじゃあ私もそれをお話伺った時に、それならばさぞやね、その地元の方たちに感謝されたんでしょうねって言ったら、いやいやそんなことはなくて反対がすごく多かったと、でなんでなんですかって言いましたら、まあ、あのやはりその太平洋 の, その, あの要衝でもありますので、多くの その船がその物資を運んであの通るんですよね、ただそこに難破船も多い、でしかも難破船から流れてくるものというのは、その地元の方たちにとってはとても貴重な資源であったということで、むしろそのこれは自然現象として起こるものなのだから、それをあのもういただくということは別に悪いことではないと思う、その感覚だったんだと思うんです、だからこそその灯台のようなものを建てて余計なことをしてくれるなということで、なんか壊されたり火をつけられたりというようなことがあったそうなんです、であの仕方がないならしいけど、その灯台の中に住んでらしたそうなんですけど、あのある時その高波にさらわれて、波ごとあのその灯台ごと自分流されるんですけど、彼は戻ってくるんですよ
もう一回また立てるっていう、結構こう何度も何度も繰り返しやって、でそれでやはりここには灯台が必要だということで、そのこう新しく灯台を建てられた。でそうすると、あの岩田の資料館の方にはですね、その木造の灯台と新しい灯台こう並んだ状態でこう写真に収まってるんですね。そうすると本当にもう安倍さんがすごく頑張って建てた木造の灯台がすごく かわいいんです。でそれに比してこう近代建築として建てられた灯台で、その展望台のところにこうみんながこう役人たちが様相で立ってるのを見ると、なんかこうドヤっていう感じがしてちょっとかわいそうなんですけど、ただまあ、 今はこういうふうな形で天竜川の河口のところ、やはりすごく難所ではあるそうなので、そこに立ったっていうことで、今もねその石碑も立ってます。新井さんを称える石碑も立ってますし、また今はこうして活用しているということなんで、まあなんかしみじみと、なんかその当時 その海というものに対する向き合う姿勢というか、そういうものと含めて、まあ、時代が当時変わっていったなっていうのを感じましたね。はい、すごく貴重なお話で、本当に灯台のために生まれてきたのかなっていう、ね、感じがしますね。そうですね、はい、流されちゃったんですよって言ったら、あ、それでもう、いや、それも戻ってきたんですよって聞いて、え、あ、無事だったんですか、よかったですって言ったんですけど、はい、なんかもう本当にすごく頑張って、自ら立てて、で結果その灯台が立ったことによって、海難事故が減ったこと自体は、やっぱ地元の方たちにとっても悪いことではなかったんだっていうことが、よかったなと思いましたね。はい、ありがとうございます。ちょっとタイプは違うかもしれないんですけども、そのやっぱりこう灯台を建てるなっていう反対の、さっきの岡部さんの話にもあったと思うんですけれども、やっぱりこう反対の意見もありますし、今いろんなエピソードもありましたけれども、ウルさんお話聞いて、はい、いかがですか、長井さん。はい、反発という意味ではやっぱり結構いろいろあったようですね、はい、北九州の地でなんかですと、海南地方が来ると救助船を出して、まあ、助けに行くんですけど、その際に日当が実は支給されてたらしいんですよね。でそうなると灯台がもし建設されると事故が少なくなると、そういうことでその仕事がなくなってしまうということで反発をしたという地域もあるようですし、また漁師さんたちがですね、その灯台の火が明るすぎて魚が取れなくなるという懸念を示して反対したという話ですとか、あとは当時 その西洋化に、ね、反発をする一部の方々がやっぱりいて、まあ、そういった方々も反対にもあったという話もあるようですね。なんか、はい、なんかこれは現代も通じるかもしれないんですけど、何か新しいことをしようとするとやっぱり反対って起きますよね。ありますね。海、うん、の世界だとそういうところが多いのかな。洋上風力発電なんかもやっぱりそういうので一部頓挫しているのがあります、はい、理解をちゃんとこうなんていうか理解してもらうため の動きっていうのもやっぱりもう一つ、ね、大事なのかなというのは感じますね。はい、長井さんのエピソードですごくいろんなことを考える機会になりました。はい、あとは長井さんのエピソードでぜひ私も聞かせていただきたいこともあるんですが、そうですね、はい、あるんですよ。あるんですね。で私も長井さんも、まあ、静岡県に、ね、ゆかりのある人ということなんですけども、ね、静岡県の御前崎灯台の時に干し芋の話が、ね、ちょっと出てきてるんですよ。で個人的に非常に興味深いものでしたので、はい、ちょっとその動きをしてもらえると。はい、薩摩の船がやっぱそこで海難事故にあって、でそれを助けるためにその地元の方たちがその助けた時にお礼をしたいと薩摩の方から言われたと。でそれで、いや俺なんていらない、俺なんていらない、あでももしお礼をしてくれるというならば薩摩芋の栽培方法を教えてくれというふうに、その当時その地元の方たちが頼んだ、江戸時代に。それでその結果その薩摩芋の栽培方法門外不出だったんだけれども、このエリアには伝わったということで、でそれでまた前崎にあっても空風がとても強いものですから、その芋をまた栽培して干して、でそして干し芋がすごく名産となったという話が出てきたんですね。で、まあ、私も静岡なんで親戚からよく干し芋送られてくるんですけど、あ干し芋ありがとうとかって思ってたんですけど、今回灯台を取材してみて、あそういうことだったんだ、要するに海難事故からその
生まれたその新しい名産として、うん、その前崎でそのお芋が採用されるようになったっていうことを聞いて、うん、なるほど面白いなと思ったんですけれども、うん、あの静岡ご出身だからその干し芋が身近だったというところ。そうですね、はい、私は地域結構好きなんですけど、実は前崎のあたりが干し芋有名だと知らなくて、あの久野さんも静岡にゆかりがあるということですけど、お前崎は星が有名っていうことですか。まあ、あのお前崎を含めた遠州が大体、遠州、遠州、遠州の星もっていう感じで、あの結構だから私も掛川とかも、うん、あの作品のために取材に行ったりするんですけど、うん、その時もあのお店の軒先にあの星もみたいな上りが立ってるぐらいに、あこんなに星も落ちてるっていう感じなんですけど、うん、はい、そうですね、食べられてますね。あの私もあの永井さんと一緒で、はい、あの親戚がお互い岩田見ましてね、あの大量に干し芋を送られてくるんですよ、はい、でその送られてきたものをその石油ストーブですよね、当時でその上で炙って食べるっていうね、これ子供の頃のもう一番のやつでしたけれどもね、あれ長さの興奮でね、初めてそのあの薩摩の船があったのを知りました。それが現代にもちゃんと引き継がれてる、引き継がれてるっていうのはちょっとびっくりしました、ね。ね、生産量はそんなに良いイメージなかったんですけど、その歴史的なエピソードというのは納得することが多かったですね。はい、さあそんな今干し芋の話が出たんですけれども、御前崎の周辺の干し芋とそのきっかけとなった鹿児島の干し芋の2つご用意しております。そこでですね、4人の作家の皆さんと海野さんにその2種類の干し芋を今、はい、お願いいたします、ご用意しましたので、どちらが御前崎周辺のものか試食で当てていただこうと思います。はい、今セッティングをしていただいております。あ、なんか懐かしいですね。懐かしいですか。はい、これだけど一目でわかるんじゃないかな。どうでしょうか、あの金のピックと銀のピックにそれぞれあの特徴的なお芋が2つあると思いますので、よろしければ皆さんあのご試食ください。なんで、はい、金と銀なんでしょうね、うん、そこまでは聞いておりませんでした。どっちかが、はい、鹿児島さん、鹿児島さん、どちらかが御前崎周辺の静岡さん、はい。なんか見た目はまず見た目は違いますね。見た目違いますね。はい、あの芋っぽい、ちょっとこっちはなんか粉を浮いてるっていうか、こう白いものでちょっと覆われている感じがあって、芋もこっちの方が、はい、やや銀の方がやや黄色がなっている。そうなんです、こっちのやや黄色が薄いとか、くすんだ感じで、はい、白いのがある。そうですね、あの某テレビ番組の企画みたいですね。まあ先生方ね、真面目にやってくれてますあの鹿児島から食べもそもそもね、いただいてるわけです、うん、はい、そしたら静岡のもの、前崎のものもね、鹿児島のものも結局は同じでしょっていう話だと思うんですけど、はい、実は同じですなんて話じゃないですよね。違います、違います、はい、ちゃんと、はい、結果を、はい、あの、はい、すいません、形状はそれぞれ実は特色が今、はい、さんがおっしゃったその粉っぽい、ね、実はどこでこう、はい、特徴があるんですね、はい、あ、ただ、その辺は私がしっかり把握はしないんですけれども、もしかしたらちょっと商品の種類によって若干の違いはあるかもしれません。はい、さあ、皆様いかがでしょうか。なかなかないですよね、直木賞作家の皆様が皆さんの目の前でこれは鹿児島と静岡と他にも共通点があって、食べ物でいくと鰹節がやっぱり有名なんですよ、だからそのあたり考えるとなんか、あの土地 その風ですかね、さっき長谷さんとか風とか、あと日照時間とか、うん、そういうのも影響してるんですよ、はい、だからこういうのはもう 作りやすい、うん、まあ、地域ではあったのかなっていうのは感じますね、うん、はい、ありがとうございます。では先生方どうでしょうか、結論金のピックか銀のピックか、どっちも美味しい、どっちも美味しい、はい、銀のピックの方が歯応えがありますよね、はい、はい、柔らかいふんわりした感じで、はい、そうですね、はい、あのしっかりしてしまう、ちょっと繊維がはっきり、繊維の感じがはっきり分かるのは銀のピック、はい、あの会場の皆様に詳しいご説明ありがとうございます。それではですね、ちょっと挙手で聞いてみたいと思います。金のピックが御前崎市周辺の静岡の芋だった、干し芋だと思う方、挙手をお願いします。あ、
お二人ですね。あ、3名。はい、ありがとうございます。では、銀のピックだと思う方。悩まれてます。川越さん、いかがでしょうか。僕は両親が鹿児島なんですよ。あ、そうですか。はい、なので、まあ、鹿児島に関わることとか、さつまいも関わることとか、いろいろ詳しいですけど、全然分からない。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 どっちも美味しいでしょ。どっちも美味しい。はい。それでは、結果発表いきたいと思います。正解は、金のピックです。はい、ほとんど私いただいたのはこの金のですね、はいはい、どっちも美味しいということで、はい、正解としては金ピックでございました。皆様ありがとうございます。美味しく食べていただけたら何よりです。見事正解した3名の方には特に商品はないそうです。おめでとうございます。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。はい、では本題に戻りたいと思います。では一度皆さん、興味深い取材機をありがとうございました。ウドさん、ここまで4人の作家さんのお話でいかがだったでしょうか。ここまでって、最後欲しいもんですよ。そうですね。どうやってまとめろって言われましたか。わかりません。まあ、永井さんがなんとなくこう、食レポを入れたがってるようなね、雰囲気のこの気候文で、まあ、海といったら食を結びつける人は、ね、やっぱり多いので、この海×灯台×食、ね、こういう形で、ね、こう灯台のある地域を深掘りするような、ね、ネタには、ね、こうちゃんと、ね、なっていくんじゃないかなと思いますが、で加えてなんですけれども、皆さん このエピソードにこう共通するものっていうのがやっぱりあって、それが地域、まあ、この、ね、灯台のある地元の人々が誇りと、まあ、使命感を持ってやっぱり海の安全とかその地域の発展に貢献してきた姿で、これに対してやっぱり関心がね、魚の皆さんも集中していたのかなということは感じましたね。日本のその灯台にはね、その地域全体で支え合って、で海の安全を守ろうとか、そういう取り組みがね、こう随所に見られますのでね、このような取り組みによって新しい文化っていうのもこう育まれていったのかなというふうな感じがしますね。まあ、現代のこう基礎がそういう形で育まれていったというのは、まあ、先生方の気候によってこう改めてこう感じたように分かったというところもありますね。はい、ありがとうございます。はい、ということで最後ね、欲しいものを食べながらやりましたけれども、皆さんテーマにありがとうございました。では続いてテーマに移りたいと思います。2つ目のテーマは、もし灯台を題材に物語を書くとしたら、これも海野さんが聞いてみたいというお話もされてましたけれども、こちらも事前アンケートでタイトルをつけるなら何としますかをお聞きしております。それではモニターに出していただきましょう。お願いします。はい、こちらです。門井さん、7つの海を照らす。川越さん、書いてみないと決められません。サムさん、光の道。永井さん、喫茶坊ということで、小川さん、無茶ぶりすみませんでした。はい、全然です。はい、ということで、もう一人ずつ伺います。はい、まだ小川さん、タイトルは7つの海を照らすということですけれども、はい、灯台をどんなテーマで書きますか。7つって、この数字はちょっと縁起がいい数字にしたので、はい、でも実際は5つでも6つでもいいかなというふうに思ったんですけれども、その日本というのは海に囲まれています、はい、といってもそのいろんな海があって、北からオホーツク海、日本海、南、東シナ海、そして太平洋、瀬戸内海、パッと見つくだけでも5つあるんですね。でそれぞれの海岸から、灯台を1つずつピックアップして、その、灯台が歴史の中で果たしたことも歴史小説なので書ければ、灯台は全国どこに行っても同じような形で同じような機能があってというようなふうに一見そう見えるものも、実は役割が全然違ってきて果たしてきた歴史も全然違うんだということが示せるんじゃないかな。逆に海と灯台を照らす、逆に海から灯台を照らすような感じで、書いたらこれはいけるんじゃないかなというふうに思います。今5つ言いましたけど、もう一つは
関門海峡は一つ国立でやってもいいかもしれない。そこはもう歴史的にもあのとてもあのいろんな歴史があるところなんで、そういったことを考えました。まあ、これ過去には全国の東大を見て回らなきゃいけない取材が大変なんですけれども、あのそうそれっていうのはあの僕らしい小説になるかなというふうに思った次第です。はい、ありがとうございます。今伝えていただきましたけど、文藤さんお話ししていかがですか。そうですね、近代国家、日本国家っていうところを、うん、あの世界に出てくる様子っていうところもね、あるんだと思うんですけど、その場合主人公ってどういう方になるんですか。そうですね、多分またあの連作短編、その短編集を、まあ、5つとか短編で5つの中で、ね、短編集にすると思うんですけども、その中で例えば明治の初期のものだったら、あの先ほどの名前が出たリチャード・ヘンリー・ブラントン、あの明治初期に日本に来て、イギリスから日本に来て、東大が正直作ったそのブラントン学校ですね。でそれだったりもしますでしょうし、そこで最初はブラントンの通訳をしていたその藤倉健太さんという人がいますが、日本人です。でその人が後に今度はブラントンが帰った後、東大を作る方の指導をしていくわけですね。でその後に石橋彩彦という人が出てきて、今度は大陸にもの、あの東大を作ったりするっていうふうに、今どんどんあのエンジニアの、あの人脈というのもありますので、それはあの東大の作られた時代に合わせて、もう3人、この3人ですね、あの全部出せたらいいなというふうに、思います。あのブランドの商品では私、あの本の中にも割と詳しく書きましたので、あのブランドについては、まあ、割と知ることが多いんですけれども、はい、読めるのが楽しみです。頑張ります。頑張ります。はい、ありがとうございます。さあ、続いて川越さんに伺ってみたいと思います。あの手は書いてないと決められませんでしたということでしたが、まあ、どの東大をどんなテーマで書きたいかではありますか。書きたいテーマ、はい、ああそうですね、ちょっとタイトル決められなかったのもそうなんですけども、あの東大それぞれ一つの東大でもその過去から現在までいろんなエピソードがあるんですよね。そのなぜその場所に立ったのかとか、東大が立つ前にもその江戸時代の東明大があったとか、あるいはその地元であのこの海危ないぞという伝説があったとか、はい、でまあ、そこからその近代になると、まあ、東大ができました。でそれでまあ産業が発達していきましたってこともあったりとか、まあ、さっきの地元の人の絆みたいな話もあります。で、太平洋戦争では、まあ、軍事的な価値があるのが東大でもあったので、まあ、攻撃目標になったっていうこともありますし、まあ、その後その海上保安庁に引き継がれて今に至る東大の流れも、なんていうのかな、あったりとかして、で今もそのそれぞれの東大って、風光明媚の場所で、まあ、言ったら結構いい観光スポットになっていたりもするので、地元の人はその町おこしというか、東大を起点にその観光を起点にその地元を盛り上げていこうみたいな動きを結構やってらっしゃって、まあ、そのあたりもドラマになって人間ドラマになるよなという気がするので、だから一つの東大だけ確認しても書けることいっぱいあるんですよね、はい、なので結構決めきれないぐらい、こう選びきれないぐらい魅力がそれぞれ東大にあるなという、今ちょっとまだ圧倒されてるだけでちょっとアイデアが出てこないぐらいかな、はい、学部に寄り切られたんですね、東大に。ありがとうございます。宇野さん、いかがですか。まあ、あのキーワードとして人間ドラマで、はい、まあ、まあ迷っているっていう、ね、話もありましたけど、なんとなくその亀井岬灯台ですかね、あれなんかもうちょっと見てると、その後悔すると呪われるなんていうね、ああしますね、さっきね、はい、あの先生の文の中に出てましたけど、はい、やっぱりこう民話とか伝承の世界に踏み込むような、はい、なんか形になるとすごく興味深いなと思います。国家がそれを利用してなんとなくこうバリアを張ってきたような歴史なんかをちょっと紐解いてもらえるとありがたいなって、うん、思います。勝手な感想だと思います。ただ個人的にはですね、はい、彼ですね、ラスクマン、あ、ラスクマン、はい、はい、彼がですね、まあサウナで整った姿みたいなものも書いてもらえると、はい、ありがたいな、はい、そうです。あれはその、はい、その当時話してくれた地元の方がそのサウナのイベントやってらっしゃったので、ちょうど出たりとかしてラクスマンになったんですけど、まだそれもだから地元の人の情熱のおかげです、ね、おかげで僕はラクスマンがサウナ、日本で初めてサウナをした人なんだって知れたので、うん、はい、はい、すいません、なんかそんなオチですけど、はい、大丈夫、整いました、はい、整いました、素晴らしい、ありがとうございます。はい、さあでは続いて澤田さんにお伺いします。タイトルは光の道ということですけれども、どの東大をどんなテーマで書きますか。あ、
はい、私実はこれを描きたいなと思っているのは高知ではなく、長崎県の五島列島福江島の灯台を描きたいなと思っております。高知に伺って4ヶ月後ぐらいだったでしょうか、別のお仕事で五島列島に行きました。行く先々で灯台に出会いまして、あと行く先々で空海の銅像に出会いまして、投稿くださった編集者さんにこれ海と灯台プロジェクト違いますって言われたんですけど、もうそれぐらいその長崎っていうのは灯台が非常に多い。で、長崎の福江島というところは、古くは奈良時代に遣都使が、そこから出港しても日本最後の日本の土地だったと言われてるんですけど、同時に太平洋戦争の時にはやっぱフィリピンとかその南アジアの方に出兵する兵士さんたちが出征する、やはりその近代においても最後の日本の土地だったというふうに言われてます。で、最近その出来事ではなくて土地の記憶というのに関心がありまして、灯台はきっとそのいろんな人たち、この地の灯台はいろんな人たちを見送っていろんな人たちを迎えて、でも今戦争に出ていく人たちにとっては最後に見た日本の姿はこの灯台だったんだろうなというふうに思いますと、そこを一つの起点にして縦軸で昔から今までのさまざまな、そして今の現代の灯台の在り方まで書いていくような小説を書いてみたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。土地の記憶、すごくいいキーワードだなと思いました。宇野さん、いかがですか？もうすいません、すぐにでも書けそうな感じありがとうございます。いや、本当に福江島の灯台って私実は妻まで売れなかったんですよ。めちゃくちゃ遠くにありまして、先ほどの鴨居岬灯台みたいにこうちょっと上がって降りてずっと腕遣いに行ってなんですけど、行きますかって言われたら往復2時間くらいかかりますっておっしゃったんですよ。東大門の方がいらっしゃって、そこで本当にこう出ていく人、来る人を見送ってたんだなと思うと、それ自身が物語だなと思った次第です。はい、なんかどんどん取材進めていくと、他にも心惹かれるストーリーってたくさん出てきそうですね。そうですね、やはり東大そのものはやはり物語性を非常に持った存在だと思うんですよ。土地もそうだし、歴史もそうだし、人もそうだし、でそれ多分これ他の作家を読んで同じように多分言えっておっしゃると、また面白い話いっぱい出てくると思います。ワクワクしてますね。あと何回言いかけたら出るんでしょうか。そうですね、なんか気持ちになりますね。はい、ありがとうございます。今度は涼しい時期。そうですね、はい、では最後に永井さんに伺います。タイトルは喫茶子ということでしたけれども、はい、こちらなんかこう意味とか漢字とかもあれば合わせて教えていただきたいなと思います。漢字で書くと喫茶で喫茶に去るっていう、はい、なると全員から来ることもありますけれども、その、まあ、一度縄文で落ち着きなさいだったり、あるいはちょっと飲んで行きなさいとか、まあ、いろいろな意味がある言葉ではあるんですけれども、私がちょっと舞台にしたいなと思ったのは、今回ちょっと取材させていただいた清水灯台ですね、はい、これ風緑が天女の形をしているんですけど、はい、羽衣の、場所でもあるので、それでこの清水灯台が立った理由というのがですね、要はお茶の輸出のために立ったというお話がありました。で、そもそもその静岡の茶畑というもの自体が、要は江戸時代に、まあ幕末、江戸が、まあ、幕府が崩壊した後にですね、その職を失った武士であったり、あるいは大井川、大きな大井川が橋がかかってしまったことによって、その川を越えるためのに働いていた人たちというのも職を失った。で、そういう人たちのためにそのお茶畑というのを開発していったということが経緯がありました。で、またその多くの幕臣がですね、最後の将軍である徳川慶喜を慕って駿府に、静岡の方に移り住んでいた。で、それがお茶を生産する力になっていたんですけども、最初のうちそのお茶というのはすごく輸出する商品として大変人気が高かったんですが、それをわざわざ横浜まで運んで、横浜で製茶して横浜港から輸出するというスタイルをとっていたんですけれども、その輸出港として清水が許されることになるんですね。で、それで海外からの船もたくさん来ることになるからということで灯台が建った。で、そうすると今度はその商人、要するに海外の商人たちがその静岡に移り住んでいくっていうような出来事が起きてきました。で、そうしたその要は幕末からその
まあ、敗北からその新たな事業を始め、かつそれが世界に向かってその出ていくっていう物語の、その一つ その象徴的な存在としての清水灯台というものが書けたら、もうそれこそ本当ね、茶畑開発の勝海舟も関わっていたというような話もありますので、その幕末の志士たちだったりとか、その要はその幕臣たちのその後の話であったり、急激にその変わっていく中だったり、あるいはその静かに暮らしていたその静岡の人たちのところにやってきた外国人商人たちの目線から見た静岡だったりということも全部含めて、この一つの灯台を介して出来事が書けたら面白いのかななんていうふうにちょっと思いました。はい、ありがとうございます。はい、永井さんもまさにもう小説のイメージがだいぶ出来上がりますが、ウィンさんいかがですか。本当ですよね、もうすぐにこんな感じですけど、あれですね、お茶のストーリーだけでもなんかすごくいいものが書けそうな感じしますけど。いや、お茶のことはまあ、だいぶ前からちょっと気になっていて、ちょっと調べていたこともあったので、それがその東大の誕生にも関わってたんだっていうことをちょっと私として今回取材してて嬉しくて、でそのためにわざわざその静岡の中お茶のミュージアムの方まで行ったんですけど、そこにもちゃんとやっぱ清水灯台ができたのはそのやっぱ輸出のためだったんで、それでまた製茶業の人たちで清水もできたっていうことが書かれていたので、あ、そうだったんだっていう、ちょっと面白かったですね。なるほど、どうしてあそこのお茶ミュージアムの秋の原まで行かれたのかよくわからない。そういう意図があったんですね。ちゃんと理由はあるので、ただ抹茶ソースを食べに行ただけちゃうので本当に美味しいお茶がね、こうして輸出されてたかなっていうことがわかります。はい、ありがとうございます。まあ、ただ、はい、永井先生の場合はまずはお茶を飲み比べから始めていただかないといけないかもしれない。芋はちょっと待ってください。はい、はい、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。皆さん他に作家の皆さんに聞きたいことなどはありますでしょうか。そうですね、はい、もう時間も時間で、はい、本当にあっという間だったんですけど、ちょっとね無茶ぶりかもしれないんですが、もしご自身がですね自由に灯台をデザインすることができたら、どのような灯台を描きますかというものなんです。実際に絵に描いて見せていただけないでしょうかというところでございます。はい、フリップが今配られております。2回目、先生方にはですね自由に灯台をデザインならデザインするならどんな灯台を描くかを描いていただきたいと思います。そうですね、未来の灯台でもいいですし、新しい機能を、ね、追加した灯台何でも結構。なかなかね、作家の先生方が描く絵っていうのは、ね、皆さん 見れないですね。貴重ですね。貴重ですね。はい、絵は描けないから作家になるんです。はい、そうですね。分からせて、そこは東大の父ブラントになりきって設計者ですね。これ私たちもスタッフでちょっとやってみようかって言ってやってみたんですけど、いろんなのが出てきましたよ。楽しいですね。楽しい。はい。なんかね、灯台そのものがドローンみたいになってね、こう常に移動しているようなものがあってみたいな。それ面白いですね。うん、新しい灯台。そういうアイデアなんかもね、ちょっと出てきましたね。皆様今ペンをですね動かされております。どんな灯台が出てくるのかとても楽しみです。はい。どんな、他に上野さんがどんな灯台を見てみたいとかありますか。そうですね、今日は多分表現はできないと思うんですけど、冒頭のその、クイズにもありましたけど、色ですか。ちょっと色にこだわってみて、なんかこんな色っていうのもあってもいいかなと。海外に行くといろんな色の灯台ってありますからね。はい、そういうのもちょっと入れてみると、いいですね。確かに色がついてるっていうのは確かにあるなぐらいだったので、私もそうなんだっていう私は発見がありました。今ね、白がベースにはなってますけどね、変えられるといういろんなものがありますから、ね、そうですか。僕本当に
なっていたということですね。はい、じゃあ坂上だったから聞いてますか。はい、あ、聞いてますか。あ、もう出されてます。あ、よかったら、もういいですか、出されて、あ、もう出されちゃったので大丈夫です。じゃあ、テーブルの上ちょっとこう見える感じに、はい、していただけると、テーブルの上にこう乗せていただけみんな一斉出す。あ、いいですよ、もう出されたので。加藤さんお願いします。じゃあ加藤さんからいきたいと思います。外から見るとというか、まあ、普通の灯台、一見普通の灯台、しかしその地下には巨大な空間があったのであった。そしてそこにはこれテーブルですよ。テーブルがたくさんあり、そしておそらく椅子もたくさんあり、そこは公共スペースになっている。あえて、灯台というのは一般にそのコツが不便なところにあるところもあるので、あえてそういうところに公共的なスペースを作って、何に使うかはこれから考えます。はい、素晴らしいです。拍手お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ、川越さん、テーブルのここに置いていただいて、皆様にこう見せていただければ。川越さん、では行きましょうか。はい、そうですね。じゃあこちらはどのような灯台でしょうか。あ、じゃあ、マイクを。はい、説明があるんですけど、真ん中が地球ですね。で、左の飛行機みたいに見えるかどうかわからないですけど、これは宇宙船のつもりで書いてます。遠い宇宙から人を乗せて帰ってきた宇宙船のつもりで言いますと、地球をくるっと回ってる光みたいなのを描いたつもりなんですけど、これが灯台で、遠い宇宙から帰ってきた宇宙飛行士が、うん、地球に帰ってきたなみたいなのを思ってもらえる、お帰りなさい的な光を放つ宇宙の灯台があればなと思いました。うん、素晴らしい。宇宙船も船ついてますか。あ、宇宙船ですね。うん、確かに。はい、加賀さん、ありがとうございます。じゃあ、佐田さん、お書きになりましたでしょうか。では、はい、あ、美しい。はい、あ、ではマイクを。はい、うまく書けなかったんですけど、ちょっとこうお寺の塔をイメージした感じの灯台を考えてみました。先ほどあったシンポジウムでも、お寺だったりとか古墳だったりとかがこうかつて灯台の役割とか、海から見たランドマークの役割を果たしているとかありましたけど、そういったような歴史とかも含めてちょっとこう塔っぽいところにして、でなおかつこうやっぱ塔があるところ、目立つものがあるところは人が集まる場所、かつてのお寺もそうですし、人が集まるところなので人が集まれるように居酒屋空間を書き込みました。はい、素晴らしい、ありがとうございます。話もなんかの流れがついてますね。はい、素晴らしい、ありがとうございます。では最後、長井さん、お書きになられましたでしょうか。では、テーブルの前に置きながら、はい、あ、とても可愛いです。ゆるキャラと目が光るの。これで光る。目がピカって光って、目から光が出るみたいな。で、ちょっとここのところに、こう、ドアって。でも、そう思うなんか入れるっていう。ご当地キャラさっき東大のなんかイメージキャラクターの絵皆さん泣いてる人って、もう伊藤ちゃんのキャラを透明にしてしまったらどうなんだろうと思って、まあ、ちょっとでもなんか真剣にね、その船あれしてる方がちょっとまあまたゆるゆる来たって言ったような顔されるかもしれないですけど、まあこんなのが時々あってもいいなで、ちょっとなんかこの帽子のこれはさっき石狩のお兄さんに言われてでも三角も見せちゃいました。ありがとうございます。いかがですか、可愛らしくて。まずすぐ描けるところがすごいですね。そうですね、さすがですね。はい、今日描いていただいた絵はですね、そのままホームページで掲載してますので、よろしくお願いします。坂上さん動揺されたかもしれませんが大丈夫そうです。はい、
はい、ということで、だいぶお時間も、なってしまったんですけれども、作家の皆さん、本当に本日、ありがとうございます。では皆さん、どうぞステージの方にお越しください。はい、では今日は長時間にわたりご一緒していただきました。では最後に皆様に一つ質問させていただきたいと思います。東大は今後どのような存在だってほしいと考えますかというところで、はい、ではマイクロをお取りいただけたらと思います。では金井さんからお願いします。東大は今後どのような存在だってほしいと考える。今日の我々ではないですけれども、本当にいろんな居酒屋とかなんとか、どんな話でもいいんで、人々が話のネタにされ続ける東大であってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。では川越さんいかがでしょうか。ちょっと具体的なことないまま言うんですけど、これからも我々の日常を照らし続ける存在であってほしいと思います。はい、ありがとうございます。では澤田さんいかがでしょうか。はい、今の東大っていうのは古い歴史があってこそ今の形がありますので、それを受け継いでさらに未来に続けてられるような、やっぱこう人は先ほどの門井さんと同じにはなく、人はつまりまた次未来を、過去を見て未来を考えられる場所であってほしいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では最後永井さんお願いします。はい、日本はその国境がね、その海とある意味ローギーな部分があると思うので、その一つその他の国々と向き合う場所でもあるし、またその先ほど澤さんがおっしゃったように長い歴史の中で培われてきた場所でもあると思うので、そういう意味でやっぱり人が集いくつろげる場所であってほしいなというふうに思います。ありがとうございます。では最後に宇野さんメッセージをお願いいたします。まずは先生方本当にありがとうございました。長時間ありがとうございました。作家の先生方のそれぞれの視点で、その新しい東大の価値みたいなものもね、こう提示をしていただきましたし、あと、そこに東大が、ね、こう立っている理由みたいなものも、ね、深く探究ができたんじゃないかなと思ってます。これは今日 の, このシンポジウムも含めて、東大を読むに書いてあるものも含めて合わせて、そういう、ね、探究ができたんじゃないかなと思ってます。そういうところからすると、先生方にはですね、これからも人と海、またね、この東大を結ぶ結節点になってほしいと思いますし、人と海という部分でいけば、先生方自身がその東大の役割をしていただいて、これからもですね、ぜひ東大プロジェクトの方にも協力の方をいただければと思っております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。2024トークショー東大を読むを終了とさせていただきます。改めて本日のゲスト、直木賞作家の門井慶喜さん、川越宗一さん、澤田東子さん、永井紗友子さん、そしてナビゲーターの日本財団海野光之さん、皆さんどうもありがとうございました。メディアの皆様もステージ前にお越しください。